明日休みだ。たくさん寝よ。こんばんは、こんばんは。もうね、1ヶ月ぐらい広島に帰ってない。なんということでしょう。でも広島も今感染症がやばくて、学校もね21日まで21日まで休校、家庭学習になったりとかして、だからもう帰らなくて正解なのかなと思いながらも。でも帰りたい。卒業できるの？課題終わりました。補習の課題があと、まあ、ノートまとめだけなので、まあ、卒業できるかなと思います。着物はおばあちゃん家で、お正月休みがね6日間あったのかな、6日間ありました。30日から5までかな、5までありました。ごめんね、なかなか配信できてなくて、ちょっとね夜遅いんだよ。眠たいんだよ。もうゲームなんてもう1ミリもできてない最近。ひえー。寝る時間、まあ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 寝る時間、明日たくさん寝ますよ。それはもちろん、もう明日はもうね練習なんてもうしない。宣言、もう寝るって決めた。本当はかな、髪の量がなんか多くなってきた気がして病院行こうかなとか思ったんだけど、もうそんな暇もなく寝る。今日はレッスンでしたね。今日はでもね人数が少なかったので段取り確認とかしました。なんかね面白かったのがね、福留とティンと私で待機してたんですよ、次の曲の待機をしてて。でなんか福留がねティンに、なんか髪まっすぐだねみたいな、髪めっちゃまっすぐだね、寝癖とかつかないのみたいな、アイロンとかして寝癖とかつかないのって聞いてたから、福留に寝起き見たことないのってマウント取っときました。寝起き見たことないのって、マウント取ってやりました。こんばんは、こんばんは。ひょうかちゃん髪染め直したみたいだね。ちょ、言っていいのか分かんないけど今んとこ可愛かったよ。こんばんは、こんばんは。なんでそれぞれ見たい。マウント取ってました。あと今日ミサと牛した。あと私の前でレイちゃんがポーズ決めてるシーンがあるんですけど、レイちゃんみんなグーなのに一人だけ位置しててめっちゃ笑った。めっちゃ笑いながらポーズ決めてた。もうプルプルしてたもん、面白すぎて。みんなめっちゃキメキメでグーってしてるのに一人だけ気づいてパッてやってるのめっちゃ面白くて、終わった後二人で爆笑しました。もうレイちゃん超恥ずかしがってた。あとはね、あとはその次の曲の待機をするときに、めちゃくちゃギリギリでもセリカちゃんが立たないから何してんだろうなって見たら、ぼーっとしてたみたいでめっちゃ急いでパンってパンって立ってて、めっちゃ面白かった。セリカちゃんと笑ってた。
楽しいよレッスン。今日はでもねご飯食べれた。ホットモットでねおろしハンバーグ食べた。もうなんか残しちゃった半分ぐらい。ハッツにあげた。ハッツにあげましたハンバーグ。でも今日ね始まりが割と遅かったんですよ。レッスン始まりが遅かったから乳液がもうなくて、乳液を買いに行ったらめっちゃ可愛いアイシャドウ見つけて買っちゃって、それで今日メイクしてるんですよ。可愛くない？見える？このラメキラキラしてるの見えるかな。可愛くない？レイちゃんが今日のメイクいい感じって言ってくれた。ペイペイクーポンホットモットの使わないと。そんなのあるの？ペイペイにクーポンなんてあるの？最近ペイ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 デビューしたかちょっと分かんないんだよね。かわいい、ほんとかわいいよね。一目惚れして買っちゃいました。あとコットンももうなかったからコットンも買った。あごかい。明日たくさん寝よう。ちょっとね最近なんか自分って偉いなって思い始めて、自分偉いモチベーションを今保ってるんですよ。あの踊りすぎて血豆ができるっていう。踊りすぎて血豆できた。見て、見せれないけどさ。ヘアちゃん偉いのは当たり前。まあ偉いから私ね。髪超サラサラなんだけど、なんかめっちゃいいあの誰でもできるケア方法見つけちゃって、もうね髪バカサラサラ、髪バカサラサラです。訪問回数1100回目。おすっげ、めっちゃ見てくれてる、ありがとう。いや教えてよ。いや本当にねみんなできると思う、この方法は。教えないけど。教えてほしい。耳をすこうこんばんは。あのやばくない？でもさ、ちょっとレッスン終わりでボサボサなんだけどさ、前髪とかも直さずにやっちゃったからさ、ちょっとボサボサなんだけどさ、それでもさめっちゃ綺麗じゃない？髪ほら見て、すごくない？すごくない？なんかね、ちょ教えてあげようか。お風呂上がるじゃん。であのスキンケアとかするじゃんか、髪の毛邪魔じゃんか。いつもあのくくってたんだけど、シャワーキャップをするとその時間に、スキンケアとかしてるお風呂上がりの時間にシャワーキャップをするんですね。したら見てやばくない？めっちゃサラサラになったの。結構空いてるの？それ、うん、全然空いてない。元がねでも少ない方なんですよ、量が。シャワーキャップをねしたらねめっちゃサラサラになる。すごくない？やってみてみんな、シャワーキャップ。バカサラサラになるよ。リップいいね、ありがとう。おなじみのかわいいでしょ。どんな生地のやつ？普通のナイロンのやつ。
ホテルにねついててシャワーキャップが、でやってみたの。そしたらめっちゃサラサラになったの。びっくりしちゃった。やってるよ最近ずっと。肉まんと同じ原理あー肉まん食べたい。みんなでさ今食べたいもの言っていこう、どんどん。はい、言ってってください。私もそれを言うから。まず豚汁、ラーメン、ステーキ、麻婆豆腐、麻婆豆腐、チャーハン、カレー、餃子お腹空いてきちゃうよ。お腹空いてきた。あー串カツいいね。おでん、おでんいいね。おでん食べたい。ママが作った、あママのご飯が食べたい。ポテル、ポテル、ポテトL しばらくなくなるからこの後買いに行くって。おー今はちょっとお腹いっぱいだな。お弁当食べたからな。断食中。うん全然今日お弁当食べたよ。おろしハンバーグ買いに行けるの。うんママの全部ママが作ったが括弧で入ってるから買いに行けない。売ってない。ママママと毎日電話してる。今日嵐家のサイトだった。今年一ハッピーな気分。ハッピーハッピーハッピーチルドレン、ハッピーチルドレン、コリンボはどこ。今日レイちゃんと TikTok 撮ったよ。載せようかな後で。毎日校長長いの。もうね1ヶ月ぐらいいるね1ヶ月ぐらいずっとホテル生活だね。6日間覗いて、6日間はねあのおばあちゃん家に行ってました。乗せて超チルなラッパーとてて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 てってやつをね乗せた。乗せたじゃないわ、撮った。うんショールーム心落ち着く。そう全然さ全然できてなかったからもう寂しくて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 。こんばんは、こんばんは。もうちょっとねこの部屋のいいところはあの真っ昼間だとしたったとしてもカーテンを閉めたらもう真っ暗。もう何も光がない。もう私しか光がない。真っ暗にできるんですよ。だからもう夜か昼か分かんないからいくらでも寝れる。最高。もう絶対に24時間寝てやるよ楽勝で24時間寝ます。明日はだからね何時間寝れるか、まあ、試してみるわ。清掃入んない。あのキャンセルできるなんかカードみたいなやつ。日陰全然日向。24時間寝れる余裕。もう任せて。24時間とか普通にさママが何回かねあの息してるか確認しに来るの何回か確認してるんだっていつも。部屋のが寝てる時息してるかな全然起きないこの子ってこうだと一旦帰れそう。うん5日間くらいもうこっちに住んでるよ私は。5日間くらいはね帰れる予定です今のところは。2月のね初めにもコンサートがあるので頑張ろうと。眠い。お風呂入って寝よう。もうすぐお誕生日だね。もうすぐお誕生日なのかな。確かにね。もうすぐだね。あと9ヶ月後だもんね。もう超すぐ出てください。超楽しい瀬戸りなんですよ。
おしゃれ祭りということでね、おしゃれに頑張ります。うん、双眼鏡を持っていきます。見つけてください。両方まんべんなく出るの。そうですね、両方まんべんなく。